オカリナってすごい種類があるらしいんですよ。で、どんなのあります？本当にいろいろあるんですけど、これはちょっと大きい。あ、本当は大きい。もっとすごい大きいのもあるんですけど、これあれ、北野が持ってたやつ、でかいやつ。これどんな陶器？陶器もうなんかこれは本当に手作りで、こう粘土をこうコネコネしてこう作ったやつなんですけど。どんな音なんですか？ちょっと軽くだけ。さっきの方が高いような感じしましたね。じゃあそのでっかいのを使うときとかちっちゃいのを使うときとかいろいろあるんですか？いろいろ曲によって使い分けをしたりとか、あと一つの曲でいろいろ違いを聞いてもらったりとかすることもあります。じゃあその一曲ちょっと一番だけでもいいので吹いてみてください。同じ曲だとどんな風になります？なんか知りたいなって思って、ね、知りたいですよね。日本もそうなったら面白いですね。これはやっぱり高い音が。どんな感じ？
さっき見えたのってなんかすごいね。まだデクルダンサーさすがに歌吹いてもらえても悪いから音だけ少しこれはこうなんかちっちゃみたいな感じで、子供たちが結構喜ぶので、これでこうジブリを吹いて口笛みたいですね、します。でもちょっとやっぱりこう穴を塞ぐのがちょっと大変な感じで、すごい種類ありましたね。僕もあのさっき見ちゃいけないかなと思ったんですけど、目に入っちゃうからちょっとお願いしちゃいました。すみません。それじゃあ、楽曲の方またよろしくお願いします。